ノベーザー向きは、スロバキア、ニトラ県の都市、ニトラ川のドナウ川定地にある。首都、ブラチスラバから約1 0 0トル離れており、ハンガリー国境へは2 5トルほどである。大陸性気候で、年間平均気温は、摂氏10度である。最も暑いのは7月で平均摂氏20度、最も寒いのは1月で平均摂氏2度になる。 年間平均降雨量は5 5 6ト、mm、ルである。オラーフ・ウイバールの商用サイトルコ軍に包囲されるノイホイゼル1663年1940年の街並み9世紀から10世紀にかけマジャル族がニトラ川流域へ来襲し一帯を支配下に置いた。この時代には定住地はあっても都市はなかった。十一世紀から十三世紀の間できた小集落は すべてエステルゴム大司教の領地であった。モハーチの戦いで、ハンガリー王国が敗退し、オスマン帝国の脅威を強く感じるようになった。エステルゴム大司教は、自らの領地を守るためにトラガーサガン百5 4 5年以降、要塞を築いた。要塞はノブム・カストルムと呼ばれたが、オラー・フー・イバールという、マジャル5名の方が広く伝播した。町は、 要塞の周囲で発展していった。1571年7月、ウィーン当局はニトラウマンに新たな要塞を建設することにした。1580年に完成した巨大な要塞は、当時の欧州で最も現代的なもので、前世紀に軍事の進歩に適応できると考えられた、星型要塞の優れた見本であった。1566年から1595年、 1605年から1606年の2度を除いて、トルコ軍は6度のノイホイゼル包囲戦に失敗した。しかし1663年から1664年にかけてのオード戦争で陥落した。ノイホイゼルの征服は、ノイトラ、デウェンツ、フライシュタットといった周辺都市が共に陥落するという恐ろしい結果となった。征服後のノイホイゼルには、 オスマン帝国の三尺が置かれることとなった。わずか22年間の占領時代ではあったがトルコはノイホイゼル一帯に大きな被害を与えた。彼らは教会をミナレットや巨大なモスクへ変えた。カトリック教会にある絵画や聖人像を破壊し、聖遺物を捨てた。1680年代、ハンガリーに座るトルコを苦々しく思っていたローマ教皇インノケンティウス11世と、 ドイツ諸侯は、神聖ローマ皇帝レオポルト一世に、トルコ追放の圧力をかけた。教皇庁公園の元神聖同盟が結成され、神聖ローマ帝国、ポーランドリトアニア共和国、ドイツ諸侯そしてベネツィア共和国が参加、大トルコ戦争が始まった。1685年、ロレーヌ公シャルル5世率いる、帝国軍がノイホイゼルを解放した。その6年後、 エステルゴム大司教、聖チにジョルジによって、町の特権が授けられた。しかし、トルコからの解放も数年も経たぬうちに、ノイホイゼルは、対、ハプスブルク反乱であるクルクで、反乱派に加わった。1710年、ノイホイゼルは、帝国軍による、包囲戦で陥落した。1724年から1725年にかけ、皇帝カール6世は、 要塞仕様を廃止させた。これが150年間続いた要塞の最後だった。1822年には要塞を取り巻いていた堀が埋められた。1918年、チェコスロバキアが誕生し、町の名はハンガリー5名のエールシェクイバールから、チェコ語及びスロバキア5名のノベーザー向きとなった。1938年当時、ノベーザー向きは上。 ハンガリー地方都市のうち第4位の人口を抱えていた。同年11月8日の第一次ウィーン裁定で、ノベーザー向きは、ハンガリーへの帰属が決められた。第二次世界大戦中の1944年3月19日、ドイツ軍がハンガリーを征服した。ユダヤ人に対するホロコーストが始まったのは、同年の7月だった。19世紀から、 ノベーザー向きのノビチザムコチ地区には大きなユダヤ人共同体があり、彼らは要塞へ集められた。約4800人いたユダヤ人住民のうち4386人がアウシュビッツ強制収容所で殺害された。周囲の村々からもユダヤ人が集められ、彼らはここから各地の収容所へ鉄道で運ばれた。対戦中のエールシュクイバールは、 連合国軍の空爆の標的となった。1944年10月の空爆では、駅周辺が広範囲に破壊された。最もひどい空爆は1945年3月14日に行われた。イギリス及びアメリカの爆撃機によりおよそ700発の爆弾が投下されたのである。街の2、3が破壊され、4000人の住民が死に6000人が住まいを失った。 それからわずか2週間後の3月29日、ソビート連邦の前線部隊がエールシュクイバールに到着した。戦後、チェコスロバキアに復帰したノベザーザワムキには、欧州各地で見られたように移民の波がやってきた。特に、スロバキア北部の出身者であった。また、1947年から1948年に、かけ、スロバキア南部に多く暮らす。 ハンガリー人排斥の動きが高まった。ベネシュフ国が追い打ちをかけ、ハンガリー系住民は強制的にスロバキアから追放された。彼らの中にはボヘミアに向かった者も,もおり、数年後には許されて延べザー向きへ戻った。出入移民の流れの中で街で優勢だったカトリック教徒が減少し、新住民に信者が多かったためプロテスタントが優勢となった。 2001年の調査によると、総人口の69.67%がスロバキア人、27.52%がハンガリー人であった。ありがとうございます。